今日訪れたのは香川県高松市北町にあることでいます川島線の八坂東バス停より南西に約250メートルのお店です。今日はなかなか車でしか行けないような場所にあるお店の紹介となっております。電車はね、最寄りでわかんない、すごく遠い。でも安心してほしい、大体美味しいお店は電車では行けないから。先ほどテロップでも紹介した通り、ここは昭和45年創業。そう、かなりね、老舗なんですよ。そして地元の人に愛されているお店としてとても有名です。お店のモットーは、1に掃除、2に笑顔、3子が元気で、おかげさまです。なんだおかげさまって。お店の名前紹介し忘れてました。さぬきうどん古川です。さあ、ということで早速入店していきましょう。これがメニュー一覧。王道なね、うどんのメニューはすべてあるようですが、この店、なんとおすすめはしっぽくうどんということで、しっぽくうどんがね、メニューなかったんですよ。そう、これ冬限定のメニューだったらしいんですね。残念。ということで僕はぶっかけうどんが大好きなんですよ。だから、ここの温玉ぶっかけうどんの冷やしを、これをね、頼まさせていただきました。それでは店内の方を見渡していきましょう。当店のもっと1に掃除というだけあって、かなり綺麗です。さらにね、落ち着いた雰囲気。これはね、落ち着いてうどんを食べれそうな気がしますね。コメントとしてお客様に気持ちよくうどんを召し上がっていただくために、客席部分はもちろん調理場の隅の方まで掃除するよう心がけております。なんと素晴らしい心意気。さあ一体これは何のアップでしょうか。そう、これはですね、黄身です。卵の黄身、そしてうどんからの、ネギからの、うどんの前景からのといった形でうどんを舐め回すように見ていく。なんと素晴らしい、美しすぎる。こちらの麺、さぬきの夢2000とオーストラリア産 ASW をブレンドしているということで、 ASW なんだそれ、なんだそれというのを調べてみるとですね、なんと対潜水艦船のことらしいです。このうどんには潜水艦が練り込まれているみたいですよって。バカ。 ASW というのはオーストラリアンスタンダードホワイトなので悪らしくて、オーストラリア産いくつかの品種をブレンドした小麦のことらしいですよ。また一つ勉強になったね。うまい。これね、もう出汁がとっても美味しいです。旨味が凝縮されたような感じの味がしますね。本当にぶっかけの出汁は美味しい。ただし個人的にはもうちょっとね、麺にコシがあった方が嬉しいかなと思います。この動画を見ても分かる通り、ちょっとうどんがね、ポロッと崩れるような形でちぎれちゃうようなことが結構ねあったんですよ。でもね、これ多分僕が悪くてっていうのが、さっきね、店の中をこうぐるーっと映した時に見て分かる通り、お客さん誰もいなかったでしょ。これってね、僕がすごくね、すごく遅い時間に行っちゃったんです。ここって15時閉店なんですよ。15時閉店にもかかわらず14時半ぐらいかなもうね、閉店結構ギリギリに行っちゃったって言ったところがあって、まあ、うどんもね、ちょっと作り置いて、ちょっと時間が経ったのが出ちゃった可能性があるかなって言ったところがあります。で、皆さんもね、うどん一番美味しく食べるには、ほんと繁盛時間かな、時期じゃなくて時間ですね。それこそ12時、1時、そのあたりにね、食べるうどんがおそらく一番最も美味しいうどんの麺、これをね、味わえると思うんで、皆さんその時間に合わせて行ってもらえればね、そのお店の一番美味しいうどんが食べれると思います。十分気をつけてください。さあ、ということで、うどんを食べ終わりました。食べ終わった?本当に食べ終わったか?あなたはこの状態で食べ終わったと言えますか?僕は言えませんね。なぜならね、本当に一番最初にも言った通り、ぶっかけの出汁がめちゃくちゃ美味しいんですよ。もうね、これはね、飲み干さざるを得ないことも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 ない。つまり、飲み干します。出汁を味わう時のコツですが、途中でお水を飲みましょう。お水を飲むことによって口の中が一度リセットされ、また新たに飲むことによって最初の美味しさをまた感じることができる。うますぎる。これにて完全完食。とても美味しゅうございました。ごちそうさまでした。さあ、それでは最後に今日のお店のおさらいです。店名は古川うどん、住所は香川県の高松市北町にあります。交通手段としては琴電バス、川島線に乗って八坂東バス停より南西に約 250m で行けます。琴電長尾線に乗れば林道駅から約徒歩11分で着くことができます。営業時間は10時から15時、定休日は日曜日です。さあ、それでは皆さん、古川うどんへレッツゴー。